さて、いわき市を中心に甚大な被害をもたらした今回の記録的な豪雨。これだけの被害をもたらした原因が、県内で初めて発生した線状降水帯です。発達した積乱雲が次々と連なって大雨をもたらす線状降水帯。この結果、いわき市山田ではわずか数時間で平年の9月に降る1ヶ月分の雨量に匹敵する量の大雨が降りました。そのため、これまで浸水想定区域に入っていなかったエリアでも浸水が発生。自治体も対応に追われました。想定外の事態をもたらした今回の線状降水帯による被害について、内堀知事は、たった1時間で1ヶ月分丸々の降水量が降るということもありますので、実はその雨が降り始めた瞬間、もう逃げることは非常に困難な状況になっているというのが、この線状降水帯の大きな特徴かと思います。線状降水帯についての理解というものが、やはり行政自身がまだ追いついていないところがありますし、また住民の皆さんも、これまでの台風大雨と同じだべというような感じもあるかもしれませんので、そこを変えていくことが今後のもしもに対する備えとして必要だと考えております。河川工学などに詳しい福島大学の川越教授は、今後この線状降水帯が発生する可能性は高くなると想定をした上で、対策について3つ話をされています。1つはハザードマップ、その精度を上げるために常に更新をするということです。今回避難所に指定をされました内郷第二中学校が浸水するという被害がありました。これまでの想定を上回る雨が今回いわき市を襲いました。そして2つ目は治水対策です。被害があった場所だけではなくて、流域全体でリスクを検討することが必要だとしています。この流域というのは、本流だけではなくて小さな支流も含めたエリア全体のリスクを考えるということになります。そして3つ目、こちらが住民の避難意識の向上だということです。日頃から意識をして備えを進めていくことが大切と言えそうです。ここまで記録的豪雨についてまとめてお伝えしました。